0.1 ミリの薄さの刃物を使って作るんですね。目でも見えないんですよ、自分の。もうそんだけ薄いんで。伊藤すぐると申します。料理人と木工作家をやっております。置物だったりとか、そういう細かい小さいオブジェじゃないですけど、そういうものをちょっと作るのが得意だったりとかして、そういうのをよく作ってるような感じですね。はい。海外に出て、海外で自分のお店を持ちたいっていうのがあって、本来だと日本でこうやってやる予定なかった。たんですけど、カナダに行ってからニューヨークに行くっていう、ちょっといろいろビザが降りる直前にコロナがバー広まって、多分しばらく海外もこれ無理だろうなって思って、じゃあ日本で、この今ここ工房なんですけど、こうその自分のお店を作るために、そのいろんな木切ったりとかやるための工房として最初使おうと思ってたんです。いろいろやった時に、たまたま YouTube でまずその見つけた木工旋盤、この木工ろくろっていうものをですね、を見つけて、これ自分で器作れるな、そしたら自分の料理自分で盛れるな。その先生のなんか昔の動画みたいなのをインタビューされてたやつをたまたま見る機会があって、その時にそれを作ってて、その日本で一人しかできないみたいなのを書いてて、で、うわ、すっげーと思って、それ見たもう次の日はその人のことでに電話してたんですよ。もう教えてほしいので探してっていうので、初めて半年以上は多分毎日10時間ぐらい多分最低でもやってた。始めるきっかけになった憧れの作家さんがいるんですけど、その人の YouTube の動画とかを見た、もう次の日にはこの旋盤15万ぐらいするんですけど、何も揃えんととりあえずこれだけもう買ってましたね。そうですね、なんか僕は結構皆さんこう1個作品できるとそれの型作ったりとかするんですね。こういう型紙とかでそれと同じものを作れるように型を作って線何センチ何センチって測ったりとかして、僕なんかそれが絶対したくなくて、もう1個作ったら次はまあ大体同じぐらいの形には作ったりとか表情同じにはするんですけど、同じ型で作るんだったら、もう今そういう作れる制度のすごくいい機会があるので、手で削ってる意味なくないって思って、そこは結構こだわりだったりしますね。その作りながら形決めるみたいな。なんかそれはなんか職人として良くないみたいな風に言われたりとかするんですけど、まあそれ一個一個形が違うのができて、俺はいいのかななんて思ったりとかして、基本的にその木目を大事にしたいなっていうのが結構、強くて、これ漆塗った方のが強くなるし綺麗になるんじゃないみたいな風に言われたやつとかでも、いやこれは多分この方がいいと思って自分で出したりとかする、その木目を強く出すこだわりみたいなのは結構あったりします。こういうのとかでもこのすごい木目、この綺麗なしましまが入ってるやつとか、これも漆塗っちゃえば全部見えなくなっちゃったりとかするんで同じになったりとかするんですけど、こういうのを綺麗に見せる削り方だったりとかが、こういうのとかも、このここを縦に綺麗に見せたりとか、この使う部位によって、まあ、ひん曲がってるやつがあったりとかするんで、それでも作ることは全然できるんですけど、そこの木目をよく見て作ったりとか、そういうのをこだわったりとかは結構しています。だから引き出すってよりも、そのまま出すみたいな。なんかその今このあるこの木目でどうやったら綺麗になるかっていうのを結構大事にしたりはしてます。目に見えないところの細かさみたいな、料理でもそうですし、その下処理とかっていうのはお客さん基本見えないじゃないですか。多分やってなくても大体の人はわからないんです。ちっちゃい包丁を切り込みを入れてるみたいな、それが当たり前になってで大体わからないもんなんですけど、それがしてないと例えばその筋が残ってちょっと歯ごたえが悪いとかそういうのもあったりとか、木の方だったらちょっとした筋が残ってるのを見逃さんとちゃんとペーパーで綺麗にしたりとか、他の人がほとんど気づかないようなところでも自分で気づいて綺麗にしようかなっていう風な心がけじゃないですけど、そういうのを結構大事にしています。ほぼ自己満だとは思うんですけど、でもそれがいいものになるんだったら、一個そこをためにいいやってすると、どんどんずるずるいいやになって
ていくんですよ。やっぱこう職人とかもそうですけど、掃除毎日やってたところじゃあ週に5回でいいやってなったら、少ししたら4回でいいやになってくるじゃないですか。やっぱ人間って慣れが出てきて、ちょっとその毎回必ずこれをやるっていうのを決めとけば絶対やるんで、そういうのが大事かなとか、はい。料理もめちゃくちゃ好きだし、でこの作品作りもめちゃくちゃ好きなので、それこそ料理人なんてね、昔は始発で行って終電で帰るみたいな、しょっちゅう休憩時間もほぼないみたいな、それも楽しかったからできたし、これはまあその一応やぐらみたいな感じで作ったんですけど、自分がこの得意としてるのがその細かいところで、こう遊具の屋根の縁とかがこう回ったりとかするんですね。この全部一本の木で作れていって、まあ、なんかこういう細かいところになんか魅力を感じてくれる人とかもいたりとかして、 0.1 ミリの細い、もう本当に薄いペラペラの刃物をこの間に差し込んでこう作っていくんですけど、それちょっとでもずれるともう壊れちゃって、剥がれちゃってとかがあるので、そこが繊細だったりするのと、あとこのリングとかもそうですね、これももうすごい薄く抜いてるだけなので、中を後からつけてるわけではないので、ここ1個失敗するともう全部これの意味がなくなって、こっちから全部やり直しすることもできないので、そこを気使ってる部分と、あとここにちっちゃい筋を入れたりとか、すっごい細かい筋を入れてみたりとか。日本料理のフグのお店を基本的にはやるんですけど、あとお寿司をちょろっとなんですけど、そのコンセプト的にはその隠れ家っていうような形で、来てもらった人に店主が自分で作った器とかそういうものとか、コップやら何やらを使って自分の器も料理を持ってるっていうようなを一応コンセプトにしたいなとは思ってはいるんですけど、料理人で例えばじゃあその器を作ってる人って多分ほぼいないと思うんですね。ね、目の前でちゃんと、ね、お作り作ってくれたりして、持ってくれたお皿も俺が作ってるんだよっていうような風になったりとかしたら、お客さんもなんかいいなって思ってくれたりとかするので、それこそお客さんの満足度も上がるのかななんて思ったりとかして、まあ、そういうところがすごくいいなって思ったりはしてます。料理人兼木工作家みたいなのはずっとちゃんとどっちかを趣味でみたいな感じじゃなくて、どっちもちゃんとしてみたいな肩書きで、その作家みたいなことをやらせてもらって、で一緒に料理人もお店やってやるみたいなことを言うと、2つなんかできるわけないってこう言われて、ちゃんとどっちかね専念しろみたいなとか、どっちも中途半端になって見てもダメになるよみたいなこと言われたりとかもするんですけど、僕がそれ言われた時によく言うのが、ロサン人やってたじゃんっていうようなことがあるんですね。ロサン人ってあの焼き物で作家さん、すごく有名な人いるんですけど、料理人もやって、で 書道もやったりとか、いろんなことやってたりとかする人がいるんで、別にできるのかななんては思ったりするんで、